俺たちのジャパンへようこそ。2021年7月23日、東京オリンピック開会式に先立って、ブルーインパルスが東京上空を飛行しました。その素晴らしい曲芸飛行には、国内でも大きな反響があったほか、世界のメディアも画像や動画付きで報道しています。海外の人々からも称賛のコメントが寄せられ、五輪開幕は大いに盛り上がりました。アクロバティックな飛行からは航空自衛隊の実力もうかがえ、やはり日本は侮れないという声も上がっています。そこで今回は自衛隊の中でも航空自衛隊の凄さについて解説しました。まずは航空自衛隊が置かれている現状について確認しておきましょう。領空侵攻の恐れのある外国軍機などに対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進することをスクランブルと言います。2022年4月15日、防衛省は2021年度のスクランブル回数が1004回に上回ったと発表しました。これは前年度に比べて279回増えており、2016年度の1168回に次いで過去2番目に多い数字なんですよ。増加の原因はやはり中国機です。防衛省の統合幕僚幹部によると、中国機に対するスクランブルは前年度比264回増しの722回で、全体の約7割を占めています。中国機の中でも目立つのは情報収集機や哨戒機です。防衛省幹部は中国の海洋進出の動きに連動して周辺の状況を確認する目的の飛行が増えていると分析しました。しかし中国の目的は状況確認や情報収集だけではありません。おそらく自衛隊の疲弊も狙っています。1年間に722回を単純に平均すると、1日に約2回のスクランブルがあることになりますよね。これだけのスクランブルを起こせば自衛隊側の疲労困憊は免れません。しかも中国は無人機を巧みに使いこなします。有人対応が基本の航空自衛隊はかなり不利なのです。航空自衛隊のパイロットを疲弊させて、さらには機体の整備が追いつかない状況を作り出したいというのが中国側の狙いと考えられます。実際航空自衛隊は中国機に対するスクランブルを抑えていることが2021年6月に政府関係者への取材で判明しました。日本領空に侵入される恐れがより高い機体に対象を絞り、総量を統制しているそうです。さてこう聞くとネガティブなイメージを抱いてしまいますよね。しかしここまでの侵入回数が増えても今日まで決定的な進行がないのは、やはり航空自衛隊が脅威になっているからなのです。ロシアのウクライナ侵攻が現実になった今、中国がいつ攻めてきてもおかしくはありません。それでも日本を攻撃できないのは、それだけ航空自衛隊が手ごわいからだと言えます。これは決してひいき目ではありません。アメリカの軍事評価機関グローバル・ファイアーパワーが発表した2022年における世界の空軍力ランキングでは、日本は6位でした。アメリカ、ロシア、中国のトップ3には及ばないものの、武力行使が制限されている国としては大健闘しています。高評価の理由の一つが高性能特別機という項目です。高性能特別機とは、高性能レーダー、空対空ミサイル、高いステレス性能など、特に高性能な機能を搭載した航空機を指します。日本の航空自衛隊が保有している中でこれに該当したのは E767 と E2C でした。 E767 は旅客機をベースに警戒管制システムを搭載した新型の早期警戒管制機です。主な装備は3次元方式の捜索用レーダー、味方識別装置、通信装置、後方装置、コンピューター、
状況表示装置など、優れた飛行性能と超高度での長時間の警戒監視能力を有しています。一方 E2C は航空作戦を効果的に遂行するための早期警戒機です。低空侵入機の早期発見と対処、陸・海部隊との作戦連携、捜索・救難・指揮の円滑化、陸上レーダーサイト機能の代替、通信の中継など、その役割は多岐にわたります。空には境界がなく、いつどこから攻められるか分かりません。そんな中、優秀な警戒機を揃えた日本が高く評価されたようです。また2020年にはアメリカの雑誌ザ・ナショナル・インタレストが、世界の中でも強力で空を支配できる5つの空軍を選出しました。単純に戦力の大小だけではなく、空軍の規模、影響力、能力、連動を考慮して厳選したそうです。このトップ5にはなんと日本の航空自衛隊も選ばれました。アメリカ空軍、海軍、ロシアの航空宇宙軍、中国の人民解放軍に並ぶ存在として認められたのです。ちなみに選出された5つの空軍に順位はつけられていません。ザ・ナショナル・インタレストが注目したのは日本の戦闘機の保有数です。日本は最強と名高い第5世代戦闘機 F-35A を105機、出雲型護衛艦の空母化に伴いストーブルタイプの F-35B を42機導入する予定で、アメリカを除けば最大の F-35 運用国になります。さらに次期戦闘機 F-3 の開発が2020年度から始まった点についても言及しました。この記事が書かれた当時はまだ着手したばかりの段階でしたが、 F-3 の開発は順調に進んでいます。2022年12月9日には F-3 について日本、イギリス、イタリアの3カ国が共通の機体を共同で開発すると発表されました。防衛省は2035年頃までに配備を始めたいとしています。日本は次期戦闘機、イギリスとイタリアは将来戦闘航空システムを構成する有人戦闘機テンペストの開発計画をそれぞれ進めていました。そこで3カ国が平等なパートナーシップのもとに、それぞれの持つ資金と技術を持ち寄って全く新しい戦闘機を開発することにしたのです。しかもこのプロジェクトが生み出すのは戦闘機だけではないと専門家は見ています。3カ国共同のプロジェクトは GCAP と名付けられました。グローバル戦闘機プログラムではなく、グローバル戦闘航空プログラムなのです。そのため戦闘機だけではなく、自衛隊や同盟国、友好国を持つ軍事的資産と広範に連携できる新しい戦闘航空システムが作られるのではないかと期待されています。日英伊が協力した上で最先端の戦闘機を作るというだけでも十分に熱い展開ですが、その上でシステム全般が進化するのはとても心強いですね。中国の無人機対策にもなるかもしれません。ただし、たとえシステムが優れていても使い手の質が悪ければ本来の力は発揮できないのでしょう。しかし航空自衛隊にとってその点に問題はないことは皆さんもよくご存知のはずです。航空自衛隊の練度は世界中から認められています。ザ・ナショナル・インタレストの空軍トップ5に話を戻しましょう。記事は日本を選出した理由について、日本のパイロットは練度が高いと同盟国から評価されていることと、防空戦闘に特化しているため規模は小さくとも強力な空軍と評価できることを挙げています。冒頭で触れたブルーインパルスのショーが海外の人々を虜にしたのも、その技術が並外れているからです。それでは他国から認められるほどの練度はどのように実現しているのでしょうか。勤勉な国民性も一つの理由ですが、今回はアグレッサー部隊について紹介します。戦闘機のパイロットはいくつもの適性試験を得て狭き門から選ばれた、いわゆるエリートです。彼らは実戦に備え技量を高めるために日々訓練に励んでいます。
そのエリート揃いである実戦部隊に厳しい稽古をつけるのがアグレッサー部隊なのです。つまりエリートの中のエリートと言えるでしょう。アグレッサー部隊の主任務は日本各地の戦闘機部隊を巡回し訓練指導することです。各地の戦闘機部隊との訓練では常に訓練相手より半歩上を行く強敵を演じ相手パイロットのレベルを高めます。難しいのはさじ加減です。稽古をつける相手より実力が下では話になりません。しかしそうは言っても差がありすぎては訓練にはなりませんよね。アグレッサー部隊は相手のレベルに合わせて訓練の濃度をコントロールします。時には中国機やロシア機の飛行を的確に真似して有事の際に備えて訓練することもあるそうです。敵機になりきるためや遠方からでもアグレッサーだと一目で識別するためにアグレッサー部隊はあえて独特のカラーリングを施した F-15 を用います。戦闘機は基本的には敵に見つからないように塗装されるものです。実戦で用いる戦闘機ではありえない派手な色や模様はミリタリーファンの中でも高い人気を誇っています。もし何かの機会でド派手な F-15 を見かけたらアグレッサー部隊の存在を思い出してみてくださいね。さて、優秀なアグレッサー部隊と彼らに鍛えられたパイロットがいる限り日本は安心と言いたいところですが、航空自衛隊も問題を抱えています。それが共食いです。航空機などの不良部分を交換する際に在庫がないことがあります。そこで仕方がなく他の航空機の部品を取り外し一時的に受け取ることを共食いというんです。その数が2021年度中に約3400件超えあったことが2022年10月16日防衛省のまとめで判明しました。備品全体の3割弱で部品が足りていないのが現状なんだとか。原因は装備の近代化や高度化による調達単価の上昇、そしてそれに伴う整備費不足です。例えば早期警戒機は1990年度に契約した全世代機が約 99.4 億円なのに対して2016年度に契約した最新型は約 259.8 億円と約 2.6 倍に膨らんでいます。この増額に整備費の予算が追いつかず部品の在庫不足が生じたのです。2018年度には共食いが5000件を超えたこともありました。共食いは稼働率に影響します。稼働率とは全ての機体のうち燃料と弾薬さえ積めば今すぐに戦わせられる機体の割合のことです。保有数がどんなに多くても稼働率が低ければ意味がありません。戦闘機は高度な機械で10時間程度の飛行でも部品交換が必要と言われています。そのため稼働率 100% というのは不可能で一般的には 60-70% です。しかし自衛隊は 90% 近くの稼働率を誇っており、徹底した部品管理や高いメンテナンス技術が評価されてきました。高い稼働率は日本の自衛隊は数で負けるという指摘への盾にもなってきたのです。もちろん元々の稼働率が高いので多少下がったとしても他国並みなんですね。しかし部隊によっては稼働率の低下で訓練時間を極力減らすなどの影響も出ているそうです。政府も問題を認識しており、2027年度までの解消を目指して動く方針を示しています。具体的にどのような対策が取られるのか非常に気になりますね。ブルーインパルスには才能豊かなパイロットが揃っている。僕はブルーエンジェルスのファンだけど、ブルーインパルスにはさらにクールで能力も優れているように思う。ブルーインパルスに所属していた何人かの隊員と一緒に仕事をしたことがあるよ。これは俺の誇りだ。彼らの正確な操縦によるパフォーマンスは本当に見事。彼らこそが最高のパイロットなのは動画を見た誰もが認めるだろう。日本が新しい戦闘機の開発にあたり、イギリスをパートナーに選んでくれてとても嬉しい。まさに最高のニュースね。
技術やコストを日英でシェアできるわけだし、輸出面でもさらなる利益を見込めるでしょうね。航空自衛隊は戦うだけじゃない、災害時の物資輸送でも活躍している。ウクライナにも防弾チョッキやヘルメットなどを送ってくれた。本当に感謝している。今回航空自衛隊について紹介しましたが、その名称が変わるかもしれません。航空宇宙自衛隊に改称する方針が閣議決定された安全保障関連3文書に明記されました。もはや彼らの活躍の場は空に限られません。航空自衛隊は人工衛星に衝突する危険性がある宇宙ゴミをレーダーで監視する宇宙作戦隊を2020年に設置しています。その後、上部組織として宇宙作戦軍も置かれました。アメリカも陸海空軍とは別に宇宙軍を設置し、ロシアやフランスにも航空宇宙軍が存在します。宇宙作戦は航空作戦と並ぶ重要分野になるでしょう。しかし新しい名前に関しては長い名称に違和感がある。領土、領海、領空と違い、守る対象が不明確など、航空自衛隊の隊員から戸惑いの声も上がっているそうです。慣れ親しんだ名称が変わってしまうのは我々としても少し寂しいですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。